ジャック・フィリップ・マルタンセルスは、フランスの園芸家である、ベルサイユに生まれた。調整受け負い人を務めていたが、フランス革命でその仕事を失うと、園芸賞に転じ、海外の珍しい植物を、育種、栽培、販売する商売を始めた。アンドレミ賞や、ルヨーギュスタン・ボスク・ダンティックが持ち帰った、北米の植物の栽培に成功した。1795年に、 フランス科学アカデミーの農村園芸部門、農業アカデミーの会員に選ばれた。多くの分野での手引き書を出版し、彼の栽培園の植物は、ベンテナが解説し、有名な植物画家、ピエール・ジョゼフ・ル・ドゥーテが図版を描いた、J.M. セレスの庭園で栽培された、新しく珍しい植物として1799年に出版された。1803年にも、 ルドゥーテの弟子のパンクラース・スベッサが図版を描いた、植物選集、セルスの庭園の栽培植物など、が出版された。セールズは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジャック・フィリップ・マルタンセルスを示すのに使われる。ありがとうございます。